大谷翔平、打率7割1分4厘、1本、5打点、OPS2.207、これ。オープン戦は参考記録。どうせ3割6分6厘、53本、138打点くらいで終わりだよ。ほんまにリハビリ中なんか、こいつ、全く影響ないわけないやろうに。ストライクゾーンに投げたらいけないバッターっていうのがよくわかるな。単打打つと OPS 下がるのくさ。去年の WBC 時期と変わらんな。今年も期待できる。またシーズン終盤に息切れしそう。シーズンじゃ打率半分くらいだろ。スプリングトレーニングの結果で一喜一憂してもしゃあない。でも大谷さんって毎年オープン戦絶不調なんよな。これが絶不調やったら、これペナント始まったらどうなってまうんや。ぬるま湯チームからガチのチームに移籍してどれだけ活躍するか楽しみだわ。